はい、えー、皆さんおはようございますオートデスクの大浦と申しますよろしくお願いします えっとまず最初に私のセッションではです、ねえー、ナビスワークス活用のヒントということで、まあ、ちょっといつものオートキャドとは違ってです、ね、ちょっと今回、あの我々のナビスワークスというツールがあるんですけども、まあ、こちらについて、まあ、ちょっとしたこう使い方というかです、ね、あの細かな機能紹介というよりは、えー、こんな機能を知っていると、実は便利にあのナビスワークス使っていただけますといったところをです、ねえー、ご紹介させていただきたいと思います。 でまず最初にですねナビスワークスというオートデスクのこの製品がですね、まあ、どんなソフトウェアかということなんですけども1、えー、つはですね、えー、3D のモデル3次元のデータをいろいろ統合して使っていただくことができるという特徴を持ってますでその統合した 3D のモデルをですねいろいろ時間軸の情報を与えてあげて 4D のシミュレーションを作ったりとかあるいはのコストの、えー、値を与えてあげてコストシミュレーションをするとかですね あるいはもちろんレンダリングをしてきれいなビジュアライゼーションを行う、まあ、こういったことを行ってさまざまなプロジェクトのです、ね、レビューをしていただくと本当に設計がちゃんと 3D のデータとして作られているのか、まあ、それをチェックするあるいはさまざまな設計者が作ったデータを一つにまとめてそご、えー、がないか確認すると、まあ、そういったことができるソフトウェアがこの NavisWorks というツールになりますでこの NavisWorks というソフトウェアなんですけど3種類用意されています ナビスワークスマネージというソフトと、えー、ナビスワークスシュミレートそれからナビスワークスフリーダムこの3つがですね、えー、ナビスワークスの製品として、えー、提供されているというものになります、まあ、違いは、えー、ちょっと後ほど、えー、ちゃんとご紹介しますけども、まあ、このナビスワークスというソフトウェアがですね、えーまあ、どんなことができるかと、まあ、さっきちょっと概要はお話したんですけども、えー、1つはですね、えー、非常にたくさんの ファイル形式をこうサポートしているのでいろんな CAD で作られたデータを NavisWorks の中に取り込んで統合していただくことができます。でオートデスクの Revit であるとかオート CAD、えー、あるいは製造業向けのインベンターとかですねそういった製品はもちろんなんですけども、えー、他社の、えー、製品、まあ、ソリッドワークスとかですね、えー、そういった製品とかあるいはあの今日ライカさん展示されてますけどライカさんのスキャナーで撮った天群データこれも、ね、NavisWorks の方に取り込んで使っていただくというようなことができます。 でその時にですね、非常にこうデータを軽くしてくれるという特徴があるのでどうしてもこう3次元のデータってこう重くなりがちなんですけどもナビスワークスに取り込んでくることで、まあ、より軽快にですね、えー、操作していただくというようなことができるようになっていますで。その統合したデータに対してですね、分析ということで1つは干渉、えー、チェックということでですね、例えば えー、構造設計者が作ったモデルと設備設計者が作ったモデルをナビスワークスの中で統合して、えー、鑑賞チェックをすることで、設計データに問題がないかどうかチェックすると、で実際現場で作業するときに設計ミスがないかっていうのを事前に確認して、ですね問題がないかどうかをチェックする、まあ、そういったことがナビスワークスマネージという方のです、ねえー、鑑賞チェックの機能でできるようになっています。 また、えー、時間軸の情報を与えてですね、4D のシミュレーション、えー、施工のシミュレーションみたいなことがですね、えー、できるようになっていたり、あるいは簡単なアニメーションをですね、えー、作ったりというようなこともできるようになっています。で、えーまあ、レビューのソフトウェアなので、えー、よく使われる手書きとかマークアップとかですね、あとコメントをつけたり、えー、そういったことなんかも、えー、できるようになっています。 で先ほど、ナビスワークスという製品は3種類ありますよという話をしたんですけども、まあ、簡単にちょっと違いをご紹介すると、まずナビスワークスシュミレートというツールがあるんですけども、まあ、これ、ツールを使っていただくことで、いろんなデータを取り込んで、時間軸の情報を与えて、4D のシュミレーションを作ったり、あるいはのこうレビューという形で,です、ね、マークアップをしたりなんてことができます。でこのシュミレートの機能すべてに加えて、干渉チェックの機能がついているのがナビスワークスマネージと。 いいうものになっていますそしてもう一つナビスワークスフリーダムっていうのがあるんですけどもこれがあの無償のビューアーになっているのでナビスワークスシミュレートとかナビスワークスマネージで作ったデータを書き出してでそれをですねこの無料のビューアーで閲覧するというようなことができるようになっています、まあ、こんな製品構成になっています、まあ、製品の内容はこれぐらいにしてですね、まあ、本題に入っていきたいと思うんですけども あその前に1つじゃ実際にちょっと画面でご覧に入れましょう。えー、これ、ナビスワークスマネージというです、ねえー、製品の画面になるんですけども、まあ、こちらで,です、ね、ファイルを開くとやったときに、これだけ、えー、ファイルの種類がいろいろ対応しています。ナビスワークス本来の機能はもちろんなんですけど、例えば CATIA とか、ですねこの ASCII レーザーなんかは天群のデータですし、マイクロステーションのデータとか、えー、オートキャドのデータはもちろんですし、 あと、ファロさんの天群データ、それから IFC のデータ、i g s のデータ、インベンターとかですね、あとプロ E のデータとか、こういった形でさまざまな3次元のデータをこの NavisWorks の中で取り込んで使っていただくことができます。で、ちょっと面白いのがですね、ちょっとやってみますと、例えば、えー、っと、そうですね。 えっとこれレビットのデータなんですけども例えばレビットの設備のデータを今開きますそうするとえこんな形でですね建物のこう設備モデルのデータが開かれましたで今こちら1つファイルをレビットのファイルを開いたっていう形で来てるんですけどもこのナビスワークスっていうソフトはですね今開いてるデータにどんどんこう追加で、ね 前のデータを閉じてまた別のを開くんじゃなくてですね、どんどんこう追加で付け足していくようなことができるようになってます。なので、この追加っていうメニューを選んでですね、えー、例えば今度はこの構造のデビットデータをこう追加すると、今開いていたものにこう重なるような形でですね、えー、取り込んでいただくことができるようになってます。こんな形でですね。で、さらにそれに衣装のデータをこう重ね合わせるということで、衣装の レビットデータを重ね合わせると、まあ、こんな形で一つの衣装構造設備の全部のデータが揃った、えー、建物のモデルをナビスワークスの方に取り込んできたという形になります。で元のファイルとしては、この3つのファイルが、えー、重なった形で,です、ねえー、取り込まれているということになります。でもう一つちょっと面白い例としてです、ね、一つお見せすると、えー、と例えばこれも。 元がレビットのデータなんですけどもまあこんな建物のデータが入っているんですけどもまあこういうウォークスルーの機能を使ってですね建物の中をこう入っていったりえしていただくことができるんですけどもここでちょっと注目いただきたいのはですねえ例えば今開いたファイルってこのレビットのファイルはこちらです。 ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけどだいたい60メガぐらいあるファイルになってます。でこのファイルナビスワークスで開くと実は半分以下の25メガになってます。ナビスワークスでファイルをこう開くだけでですね非常に軽い 3D データになって使っていただくというようなことができるようになってます。もう一つちょっとサンプルをお見せするとですね すごく力作なんですけども三、えー、次元の橋脚の部分の鉄筋がフルに入っているモデルですこんな形で入っているモデルで実はこれは augjp の会長のですね星野さんが昔作った力先なんですけどもオートキャロで頑張ってソリッドで作ったデータなんですけどもこういったデータもですねすごく軽くナビスワークスで使用していただくというようなことができるようになっていますでじゃあこのナビスワークスを使うにあたってですねちょっといくつか押さえていただきたいポイントとかですねあるので、まあ、その辺りちょっとご紹介したいんですけどもまず一つはですね ナビスワークスでファイルを扱うときにファイルは3種類、えー、拡張子が3種類あります。nwc というファイルと nwf というファイルそれから nwd という3種類のファイルがあります。でそれぞれ役割があってこの3種類の拡張子のファイルの関係性を押さえていただくことでですねナビスワークスをより、えー、こう効率的に使っていただくことができるのでまずちょっとここを、えー、お話ししたいんですけども 先ほどお話したようにこの NavisWorks というツールはですねえいろんな CAD のデータからデータを取り込んでえ使っていただけるんですけども NavisWorks で例えば DWG とか Revit のファイルとか IFC のファイルを開くとですね自動的に NavisWorks はそのファイルを変換して NWC っていう拡張子のファイルを作ります同じファイル名で同じ場所に NWC っていう拡張子でですねファイルを作りますでこのファイルになった時に実は データが最適化されてですね非常に軽いデータに変換してくれてナビスワークスの中で表示されるジオメトリーのデータとして使われるというのがこの NWC というデータです。でナビスワークスで実際いろいろ作業して例えば手書きをしたりとかですねカメラの位置を設定して保存したりっていう作業をした時に保存する時にはこの NWF というファイルで保存します。 通常 NavisWorks で何かファイルを保存するとですね NWF というファイルでデータが保存されますただこの NWF というファイルはですねこの NWF というファイルはオートキ c a d でいうところの外部参照の親ファイルの位置づけになりますですから NavisWorks の NWF っていうファイルはですねファイルサイズがすごく小さくて実際ジオメトリーのデータは一切入っていないデータです なので、ナビスワークス NWF のファイルを開くとですね、えー、この中にはジオメトリーのデータが入ってないので、これが管理しているオートキャドリというところのコズ面この NWC っていうデータ、もしくは元のデータを探しに行ってですね、このデータを引っ張ってきて、データが開かれるという関係性を持っています。なので、逆に言うと、例えば皆さんがこのナビスワークスでデータを作ってですね、そのデータを他の人に渡すということをやった場合には、 NWF のデータだけ渡してもデータは開けないです。なので NWF のデータと NWC のデータ全部ペアにしてですね相手に渡してあげないと相手はちゃんとデータとして開けないという形になります。でそれではちょっと手間なので NWF とか NWC のデータ全部ひっくるめて配布用に作るデータがこの NWD という拡張子のファイルになります。 で、NWD っていうデータで書き出すと、もうこれは1つのファイルにまとまってるので、相手に渡すときに NWD っていうファイルで渡せば相手は開けます。ただ、NWD のデータはあくまでも見るだけのデータなので、変更ができないという形になります。あくまでも見るだけのデータですね。で、 この NWD のデータにしていただくと、あのさっきのフリーダムっていう無償のビューワーで開くことができるので、NWD のデータを受け取った場合には、例えばオートデスクのホームページから NavisWorks フリーダムをダウンロードしていただいてですね、開いていただければ、えー、使っていただくことができるという形になります。なので、さっきのレビットのファイルの関係というのがまさにそれで、えーあ、こっちの方がいいですかね。えー、例えばこの積み木っていうファイルがあるんですけど、 つみき .dwg というファイルがあるんですがこれをナビスワークスで開くと自動的につみき .nwc というファイルができます。でこのファイルをナビスワークスで保存するとつみき .nwf という形でですねファイルが保存されます。でこれを配布用に書き出したい場合にはつみき .nwd という形でですね書き出していただくとえ無償のビューアーなんかを使って開くことができると。 という形でですねナビスワークスの扱うファイル、まあ、大きく3種類ありましてこの NWC と NWF と NWD の関係をですね押さえておいていただきますと、えーまあ、どういう関係性になっているのか相手に渡すときにどういうふうにしたらいいのかというような形でですね、えー、使っていただくことができると思いますでさらにこういう関係性になっているがゆえにですねすごく便利な機能がありますその一つが、えー、スイッチバックという機能なんですけども オ、えート CAD、レビット、インベンターに対して、えー、使っていただける機能なんですがナビスワークスでこう操作していてですねで元の CAD の方でナビスワークスと同じ視点で表示させるかつそのファイルを開くということがですねこのスイッチバックという機能を使っていただくと、えー、できるようになっているのでナビスワークスでこう視点を調整してですね で元のデータを直さなければいけないなっていう時にこのスイッチパックでピッとやっていただくとオートキャドでそのファイルが開いて、えー、同じ視点で見ていただくということができますちょっとやってみますと、えー、まずナビスワークスの方でですねさっきの積み木っていうファイルをちょっと開きます積み木の NWF というファイルをですね開きますでこんな形で元は つみき .dwg っていうファイルなんですけども、こんな形でですね、データが今開かれたと。で、例えばナビスワークスでこんな形でちょっと視点調整して見てますと。で、今、オートキ c a d 立ち上がってるんですけど、オートキ c a d には何もファイル開いてないです。で、この時に、例えばナビスワークスのこの選択ツリーの画面で DWG のファイルを選択して、右クリックでえスイッチバックっていうメニューが出てくるので、 このスイッチバックっていうのを選ぶとー t c a d の方に自動的に切り替わってー t c a d の方でそのファイルが開いてでかつ NavisWorks で見ていた視点と全く同じ視点でー t c a d の方で、えー、そのファイルが開くという形になりますこういったことがですねー t c a d と Revit とインベンターでそれぞれできるようになってますでこれで終わりではなくてですね、えー、さっきのファイルの関係性をちょっと 思い出していただきたいんですけどナビスワークスで元の例えば DWG ファイルを開いた時にですね1回 NWC ができてでそれを NWF で管理しているという話をしましたでこれがゆえにですねナビスワークスで何か作業をしたでその後に元の CAD のデータが変更されてもナビスワークスの方でまた新たにデータを作り直す必要はありません DWG のデータ変更した時にですね ナビスワークスでリフレッシュってやるだけでちゃんと元のデータを読み直してですねナビスワークスの方で反映されるという形になりますまあちょっと言葉では分かりづらいですよねえっと今ナビスワークスで元の NWF をえ開いていてこれは元の DWG を参照しているっていう状態ですで元の DWG は今オートキャドで開かれているという状態ですで例えば元の図面の方ですねえ変更が 必要だとということで例えばブーリアン演算の機能を使ってこのソリッドからこのソリッドを引き算するという形でまあ処理をしてですねでこのデータをオートキャド上で保存します上書きで保存しますでナビスワークスの方でまだ変更されてないんですけどもナビスワークスのこのファイルは元のオートキャドのデータを参照していたっていう情報をちゃんと持っているのでナビスワークスでリフレッシュってやってあげれば ちゃんと元の DWG のデータが変更された内容をまた NavisWorks で読み直してですね、で、ちゃんとそれを反映してくれると。またいちいち NavisWorks でデータ読みな、えっと、ファイルを開いて何か作業するっていうのをしなくてもですね、NWF の方でリフレッシュするだけでちゃんと反映される。こんな関係性がですね、実は NavisWorks の方で取れていて、かつオート c a d とか インベンベターレビットに関してはこのスイッチパックっていう機能を使っていただくとですねうまくナビスワークスとその元のアプリケーションとこう連携させてですね、えー、使っていただくことができるようになってますそれから、えー、今度はですねこれあの私がナビスワークスのデモとかよくやってるとですね、えー、結構お客様から言われる質問の一つでナビスワークスの画面ってそんなふうに表示されましたっけ ってたまに言われるんですけども、えー、実はナビスワークスのファイルをナビスワークスでですね、えー、ファイルを開いて,開いているファイルを開いていると通常だとこんな真ん中のような絵で表示されます。えー、ベタッとしたような色合いのですね形で表示されて正直あんまりきれいじゃない、えー、グラフィックで表示されてしまうんですけども実はオプション1個オンにするだけで、えー、こういったちょっと 影がついたような濃淡がついたような表示でですね、えー、表示されるのでよりきれいな、えー、状態で、えー、作業していただくっていうことができるようになってます。でこれは NavisWorks のオプションエディターと呼ばれるオプションの設定でですねちょっと日本語の訳がどうかなっていう形なんですけど、えー、スクリーン空間環境閉塞と何残っちゃっていう話なんですけど、えー、このオプションをですねチェック入れていただくと、えー、こういう表示に変えていただくことができます。 ちょっっととやってみたいと思い思ます、えー、っとまず最初に NavisWorks を最初に立ち上げた状態でのですね初期状態でちょっとやってみたいと思うんですけどもこんな形です通常 NavisWorks でファイルを開くとまあこういうソリッドがベタって色の絵の感じでですね 表示されますちょっと背景黒なので背景をちょっと変えちゃいたいと思いますが、えー、グラデーションに変えて、まあ、こんな形で表示されます。でこれをですねさっきスライドにあったナビスワークスのオプションのインターフェースっていうところの下にですね表示っていう項目があってでここの中にオートデスクっていうのがあります。あのー 私のセッションは全然写真撮っていただいて構わないですし、であとこのスライドの資料は、あの、奥義のホームページの方で後で公開されますんで、あの、別に一生懸命撮らなくても、メモを撮らなくても大丈夫です。で、えー、っと、このオートデスクの中にですね、ここです、えー。スクリーン空間環境閉塞っていうオプションがあって、通常はこれオフになってます。で、こいつをチェック入れて、オンにしていただくことで、これだけで。 なななんんとなくきれいになりませんちょっとこう影がかかったような形でですね、えー、表示されますので、まあ、通常の表示よりはこういったところがちょっと黒く影っぽくなってですね、えー、よりきれいに表示されると、まあ、こんなオプションが実はあるので、えー、こういったオプションを使っていただくとナビスワークスのこう表示をですねよりきれいに使っていただくことができるようになってますそれからもう一つ これもですねナビスワークスを使う上で必ず直面する問題だと思うんですけどもナビスワークスっていろいろファイルをこう取り込んでいただいてです、ねえー、統合していただくことができるんですけどもその統合した時の位置の関係っていうのは、えー、全部原点合わせです元の CAD の xyz が000、えー、それを全部同じ位置に合わせるっていう形になるのでもともとそれぞれ 別々の CAD で作られたデータがちゃんと原点を意識してちゃんと作られていれば問題ないんですけども結構やっぱり設計者によってはですね好き勝手なところにデータを作ってしまう場合があるのでいざナビスワークスでさっきみたいにファイルを統合したときにですね結構ちゃんと重ならなくてですね、えー、ずれていたりするっていうようなことが多々あります。でそういったときにですね 元の CAD の方でまあ移動するっていうのも手なんですけども、えー、NavisWorks 側で位置合わせをすると NavisWorks の方でモデルを移動させて位置合わせをするっていうことができるようになってますでその情報はですねちゃんとさっき出てきた NavisWorks の NWF のファイルの方に保存されますので一回位置合わせをすれば元の CAD の方をですねもう変更しなくても NavisWorks の方で開いた時にちゃんと えー、設定された情報で読み込み直してくれるという形になります。でそのナビスワークスで位置合わせするやり方なんですけども、まあ、いくつかあるんですがすごく簡単なやり方が一つあって、えー、ナビスワークスで長さを測った時にその関係性で位置合わせをするっていうことが実はできるようになってます。まあ、ちょっとこれも実際にやった方が分かりやすいと思うのでちょっとやってみたいと思うんですが。 えーとちょっとファイルをいくつか読み込んで重ねてみたいと思うんですけどもえこういうデータと今えこういう通り芯のデータを重ね合わせてですねえこんなデータにしたとでこのデータにさらに設備のデータを重ね合わせたらこんな風にですね本当はちゃんとこの通り芯が全部重なっていて同じ位置にないといけないのに えーまあ、設計者の方がちゃんと位置を考えないで作図してしまったので、えー、こういうふうにずれてしまったという形になっています。でこういった時にですねそれぞれこれをファイルがちゃんと読み込まれているのでファイルに対してこの単位と変換というメニューを使うと原点の位置をこう数値でですね、えー、ずれてる分だけ数値を入力して動かしていただくということはできるんですが。 どれだけ X 方向にずれてるとか分かっていればもちろん数値で入れていただければいいんですけども、まあ、他の人が作ったデータなので私はこれがどれだけずれてるかって全然知りませんなので数値で入れるの面倒くさいのでそういう時にはですねナビスワークスのレビューのメニューの中に測定という機能がありますこれはナビスワークスでこう長さを測る機能になっていて、まあ、面積とかも測れるんですけども、えー、一番上のポイントからポイントっていう機能を使っていただくとですね 1>, 1点目から2点目の長さを測るっていうことができるようになってます。でこの機能を使うと実は位置合わせをするっていうこともできるようになってます。でちょっとやってみたいと思うんですけど、えー、ポイントからポイントを使ってですね例えばこの y1 の通り心のこの交点あ交点じゃない端点ですね。この端点とこのもう一つ同じ場所であるはずの この場所を測るとまあ普通に計測の機能なので1点目と2点目クリックして長さを測ったという形なんですけどもこの時にですね動かしたいファイルを選択して今青くハイライトされました選択されてちょっと隠しメニューみたいになってるんですけどこのレビューの測定のパネルの下にの三角をクリックするとですね 選択された項目を変換っていうメニューが実は隠されてます。でこいつを使うと1点目の位置が2点目の位置に移動するっていう形で移動されますのでこれを使うことでですね、えー、ぴったりと位置合わせをしていただくということができます。でこのデータをですね NavisWorks の NWF のファイルで保存すれば その NWF のファイルにです、ね、今動かした位置合わせの情報がちゃんと保存されますので CAD のデータの方を直さなくてもです、ね、ちゃんと位置合わせした情報が NavisWorks の方に記録されているという形になります。こんな形で,です、ね、いろんなファイルを取り込んできたときにもし位置がうまく合ってなくても、ね、NavisWorks 側で調整していただいて位置合わせするということが非常に簡単にで,す、ね、できるようになっています。 なので、えー、モデルを選択して、えー、ポイントからポイントで計測してですねこの選択された項目を変換というメニューを使っていただくことで、えー、位置合わせをすることができるようになっています。 長さを測る時にちょっと絡む機能で実はこんな便利な機能もありますよということなんですけども、まあ、さっき長さを測る時に、えー、こっからここまでっていう1点目2点目って選択したんですけども、まあ、その時にですね1点目2点目の xy 軸の方向をそれぞれ長さを測ってしまって、まあ、実際普通はこういうふうになってちょっと分かりづらい計測になるんですけども自分が測りたい方向にロックするいう。 という機能が用意されていてその測定の隣にこのロックという機能があってですねこの機能を使っていただくと例えばベランダの地面から天井まで高さを測りたいという時にですね、えー、垂直方向もしくは Z 軸方向にロックしていただくことでその高さをですね簡単に測っていただくということができるようになってますでちょっとやってみたいと思うんですけども ナビスワークスの方でですね、こんなベランダがあるんですけども、ここでレビューの機能で測定の機能、ポイントからポイントを使ってですね、ちゃんとあのナビスワークスでもこうスナップが効くので、例えばこういう面とかをクリックするときにちゃんとこう面上に点を打つなんてことができるんですがこ、こから えここまでと普通にやるとですねこういうふうにえ1点目と2点目がちょっと斜めになっているのでまあその X 方向の長さ Y 方向の長さでまあ Z 方向の高さっていう形でですねちょっといろんな情報が出てきてちょっと分かりづらいというようなところがあるんですけどもこういった時にですねこのロックという機能を使って例えば垂直方向にロックするという形を使った上でですね測定していただくと こんな形で、Z の値だけでですねちゃんと高さを測っていただくと、こういったことがこのロックという機能を使っていただくことによってですねできるようになっています。それから、これはそんな大した機能ではないんですけども、あナビスワークスでこでオブジェクトを選択するときにですね通常はここで 選択のメニューでですね、えー、一個一個選択するかあるいはボックス選択でこう囲って選択するかっていう、まあ、切り替えが実は必要なんですけども実はスペースキーを押すだけで簡単に切り替えるなんてことがですね、えー、できるようになってます、まあ、これもちょっと見ていただいた方が早いのでやってみますとこちらの選択の機能こちらの矢印になってると、まあ、一個一個選択はできるんですけど複数選択できないので 例えばこう囲うなんてことはできないんですねあくまでも一個一個選択しなきゃいけないでボックス選択を選べばこう囲ってあげて複数選択するなんてことができますでいちいち切り替えるのがめんどくさいのでそういった時にはですねこの選択の状態の時にスペースキーを押して選択しますこんな形で スペースキーを押しながら、えー、クリックするとですね、えー、自動的にボックス選択に切り替わってくれるのでいちいちこのメニューでですね、えー、切り替えていただかなくても通常の1個1個選択の状態でですねスペースキーを押しながら、えー、囲ってあげるとボックス選択に自動的になってくれてですね、えー、設定ができるというふうになっています。 それからえー、これもですねナビスワークスのお客様によく聞かれるよく言われる質問なんですけどもナビスワークスの中で断面の機能があって、えー、統合したモデルに対してこう断面を切るというようなことができますでナビスワークスの初期設定ではですね断面を切った時に向こう側が何にもないっていう形になっちゃいます、えー、こんな形でですね 本来ならここに面があるはずなのに、えー、何にも表示されないっていうような形になっちゃいます。でそういった時にはですね、えー、ファイルオプションの設定でカリングっていう項目があるのでここを裏面オフっていうふうに設定していただくとちゃんと向こう側の面もですね表示されて、えー、見ていただくというようなことができるようになってます。ちょっっととこれもやってみたいと思うんですが、 えっとまず初期状態ではこんな状態になってますというところでえまずこのデータに対してこの断面化を有効という形で,ですね断面切ってみますとこんなふうに向こうの面が本当はあるのにもかかわらずえ向こうが何もなくてですねえ表示されてないと。 まあこれはナビスワークスでこう表示のパフォーマンスを上げるためにですねえ裏面を表示せずしないでこう作業するということができるようになっているからまあこんな風になっているんですけどもまあちょっと見た目がどうしてもこれではあまりよろしくないという場合にはですねファイルのオプションの中の,このカリングというタブのところにですね裏面をオフという形にしていただくと、こんな形でちゃんとですねえ裏面が表示されてえ出てくるという形になります。 ナビスワークスの確か2019かな、1つ前のバージョンでですねちょっとだけアップデートがあって、断面の縁をですねこう赤くハイライトしてくれるという機能が追加されているので、こんな風に断面の部分をですね今どこを切っているかというところをちゃんとこう赤くハイライトしてくれるということができるようになっています。ただ、昔から皆さんに言われている こう切るだけじゃなくてここ面を張ってくれよということをよく言われてるんですけどもこれは残念ながら未だにできないですが実はオートデスクのビューアーを使っていただくと断面をですねペタッてこう埋めていただくことができるようになってます。 オートデスクのビューワー、例えばビーム3 6 0とか、オートデスクのビューワー,、えー、ー,ーはできますし、あと、オートデスクドライブの方のビューワーでもです、ね、で、えー、この断面表示の機能を使っていただいて、えー、面を埋めるということができるようになっています。ちょっとやってみたいと思うんですが、えー、ちょっとオートデスクドライブの方で見てみたいと思うんですが、先日、ゆりさんが Facebook でぼやいてましたけども、 オートデスクはオートデスクドライブがあったり、A360 があったり、A360 ドライブがあったり、ビーム360があったり、何が何だかよく分からないという話をしていたんですけども、今、皆さんがオートデスク製品ご購入いただいてですね、サブスクリプションのユーザーになっている場合には、このオートデスクドライブっていうのがえ無償で使っていただけるはずです。これはあのサブスクリプションメンバーの方には使っていただけない。 えー、ツールなんですけどもサブスクリプションメンバーの、えー、権限を持っていればこのオートデスクドライブっていうやつをですね、えー、使ってクラウド上にオートデスクのデータいろいろ保存していただいてでかつビューアーを使ってですね、えー、ウェブブラウザーだけで、えー、データを表示するっていうことができるようになってますでもちろんナビスワークスのデータも、えー、こんな形でですね、えー、開いていただくことができるようになっていてでこの中には、えー、断面の機能があるので 断面を切ったときにですね、こんな風にさっきのナビスワークスみたいに周りを赤く縁取りするだけではなくて、ちゃんと断面をですね、こういう風に面で埋めてくれるという風になってます。まあ、ちょっと今これはあのナビスワークスではできないんですけども、えー、こちらのビューアーの方ではですね、こういった断面表示の表現というものをしていただくことができるようになっています。 それからナビスワークスでですねやはり一番よく使われている機能の一つが 4D のシミュレーションを作る、えー、例えば施工のシミュレーションをこう表現するためにですね、えー、統合した 3D のモデルに対して時間軸の情報を与えてあげて表現するということだと思うんですけどもその時にですねナビスワークスでその 4D のシミュレーションを作るというのはタイムライナーっていうツールを使っていただくことでそれができるんですけども 規定値ではですねタイムライナーで日付を表示した時にですね、えー、こういう表現になってます、えー、曜日が来て時間が来てで日時が来て表示されるという形になっていてですねどうもあの日本人的にはこの表示が許せない形で表示されてしまうんですけども、えー、この状態はですね えー、オーバーレイテキストっていう設定で、えー、何を表示するかっていう設定をこうコントロールすることができるようになってます。で、えー、規定値を単純に変更するだけだったらこの小文字の x っていうのを頭に持ってきていただくとですねちゃんと、えー、日付曜日時間っていう形の表現にですね、えー、変えていただくことができるようになっています。でちょっとやってみたいと思うんですが。 えー、タイムライナーの設定をして、まあ、ちょっといくつかもう設定はされてるんですけど、シュミレートってやったときにです、ね、こういうふうに曜日、時間、日付というような形の表示になってしまうんですが、ここの内容というのは、ですねナビスワークスのシュミレートタブのこの設定というボタンの中にですねオーバーレイテキストという項目があって、ここの内容でどういう情報をこう表示するかというコントロールが、えー、できるようになってます。 で、ここの内容でですね、この頭に、パーセント小文字の X とで、小文字の X の方を消していただくと、こんな風にですね、ちゃんと日付、曜日、時間という形で順序よく表示していただくということがですね、できるようになっています。まあ、ちょっとした設定なんですけども、まあ、この辺の表現をですね、ちょっと変えたい場合には、 このオーバーバレイテキストっていうのをやっていただくと、えー、変更していただくことができるようになってます。それからインベンターのファイルを扱っている方は、えーまあ、いらっしゃるかと思うんですけども特に機械系の CAD のデータを読み込んだ時にそうなんですけども機械系の CAD って Z 軸の方向がですね手前になってます。 建築系であれば Z 軸の方向はこう上方向っていう形になっているのでどうしてもこう建築系のデータとですね機械系のデータ読み込んだ時に X 軸の向きが違ってこうオービットで回回転転させたとにですねこううままく回転しないっていうところがあります例えば今このスライドだとこれインベンターの画面なんですけどもインベンターで作業してこういうふうにデータを作った時にですね X 方向 Y 方向 Z 方向っていう形で、えー 軸が設定されてます、まあ機械系の CAD はだいたいこんな形になってると思うんですけどでこのデータナビスワークスで普通に読み込むとナビスワークスは xy 平面に z 方向が上方向っていう形になってるのでこのプレートのデータもですねこう倒れたような形で表現されてしまうので自分の意図してる向きではですねちょっとうまくうオービットできないっていう形になります。でこういった時にですね Y 軸方向を上ェ方向にしたいという場合には、ファイルオプションの方向というところでですね、y の値を1にしていただくと、その向きをですね変えていただくことができるようになっています。まあ、ちょっとこれもやってみたいと思うんですが、インベンターのファイルをですね、ちょっと開いて。 でこれイインンベンターのファイルですで。ちょっと分かりやすいように、えー、軸の情報を表示してみますと、まあ、こんな風になってますので Z 方向が上向きなのでこれ本当はちょっとこうプレートなのでこう立てた形でですね表示したいんですけどなかなかうまくいかないですでそういった時にはこちらのファイルオプションでですね方向っていう設定があるので001ではなくてですね 010という設定にしていただくと、こんな形で Y が上方向に変わってくれるので、インベンターの表示と同じような向きでですね、表示の設定を変えてえ作業していただくということができます。で ナビスワークスはいろんなデータを取り込んでこう使っていただくことができるという特徴,なんですく特徴があるんですけども実はその逆もですね最近ちょっといくつかできるようになっていてナビスワークスで作ったデータをオートキャドで利用するあるいはナビスワークスで作ったデータをレビットで利用するということがですね今できるようになっていますでオートキャド上でナビスワークスのファイルをですね外部参照のようにアタッチして使っていただくことができるので 例えば、オ、えートキャドではレビットのファイルをじそのまま読めませんけども、レビットのデータを一回ナビスワークスで読み込んで,で、そのデータをオートキャドに渡してあげれば、レビットの、えー、3D の、えー、データをですね、オートキャドで表示して、えー、使っていただくなんてことができます。なので、例えば、えー、っと、今、 さっきもちょっと何回か表示したこのデータなんですけども、えー、NavisWorks のデータとして、えー、ありますと。で、このデータ、AutoCAD で使いたいなということで AutoCAD の方でですね、普通に外部参照と同じ感覚で a u t o ト c a d のアタッチの機能を使っていただいたときにですね、ファイルの種類にちゃんとここに NavisWorks ファイルっていうのがあるので、こいつを使っていただくと NavisWorks のファイルを オートキャドの方にアタッチしてですね使っていただくことができますこんなふうにえ元はレビットのファイルなんですけどもナビスワークスの方にこう参照あごめんなさいオートキャドの方でナビスワークスのファイルを参照するっていう形でですねえ使っていただくことができますでこのデータはオートキャドの方でですねえちゃんとスナップを聞かせることができるようになっているのでちゃんとこう角を拾ってですね ちょっと今すみません、ずれま,ましたが、えー、こんな形で拾ってで、このデータを押し出してあげると。とこんな形で、ナビスワークスのデータをこう参照しながらです、ね、オートキャドでまたこうモデリングの作業をするなということに、えー、使っていただくような方法も、えー、こんな形でで,す、ね、できるようになっています。 同様にレビットでナビスワークスのファイルを、えー、リンクするっていうこともできるようになってますで、えー、よくあるのがですね例えば弊社のインフラワークスというツールを使っていただくと都市のモデルとか地形のデータを簡単に作っていただくことができるんですが、まあ、そのデータをですねインフラワークスの方では FBX っていうファイル形式で書き出していただくことができますでナビスワークスは FBX のファイルを取り込むことができるので,でそれを取り込んでそのデータを のの方ででリンクのデータととししてて参照いいただくっていうことが可能です。ちょっとやってみますとナビスワークスの方でですねこれ元はインフラワークスで作ったデータなんですけど東京の飯田橋周辺の都市データですインフラワークスのモデルビルダーっていう機能を使うと 何もデータ用意しなくてもここまでのデータはですね、えー、自動的に作ることができます。でこのデータナビスワークスのファイルとして保存してレビットの方でですね今レビットの方で新規のデータ開いたので何もない状態なんですけどもここで コーディネーションモデルっていうちょっと、えー、耳慣れない言葉かもしれないんですがこいつを使うとですねナビスワークスのファイルを、えー、リンクしていただくことができます、まあ、リンクなのであくまでも自分のデータとしては取り込んでないんですけども、えー、こいつを使っていただくと取り込めましたのでこんな形でですね まあ、マテリアルのデータはさすがに持ってこれないので形だけなんですけども、えー、こういった、えー、自分の設計周辺のです、ね、こう建物のデータなんかを簡単に 3D のデータとして取り込んでくるなんてことが、えー、こういう形をしていただくと簡単にできます。でもう時間もあまりないんですが、えー、NavisWorks をインストールされた場合にですねアイコンが2つできるのはご存知でしょうか、えー、NavisWorksManage2020 っていうのとですね ダビスワークスマネージ2020ビーム360というアイコンが二つできます。で、よくこれは何なんですかってよく聞かれるんですけども、えー、実はこのダビスワークスマネージ2020のビーム360っていうアイコンの方はですね、ビーム360グルーの 特典として提供されるナビスワークスになってまして VIM360GLUE、えー、というです、ね、オートデスクのクラウドサービスがあるんですけどもそれのプロジェクト管理者の権限を持っている人はナビスワークスマネージ2020の VIM360 というアイコンをクリックするとナビスワークスを起動して使っていただくことができるというものになっていますなので VIM360GLUE を持っていない方にはです、ね、関係ないアイコンなので、えー、気にしないでいただいて結構なんですけども まあもし BM360GLUE でですね、特典として利用できる権限をお持ちの方は、NavisWorks マネージをですね、えー、そういった形で使っていただくことができます。で、えー、もう時間もないので、ちょっとリアルタイムに 4D のシミュレーション作ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間がないので、もし興味ある方は、懇親会に来ていただければ。 その場で 4D のシミュレーションちゃちゃちゃっと作るやり方をですねちょっとご紹介もするのでぜひ懇親会で声をかけてくださいで最後にですねちょっとおまけなんですけども先月ラスベガスでオートデスクユニバーシティが行われましたでここでキーノートのスピーチがオープニングのキーノートがあったんですけどもちょっと面白いものがあったのでご紹介しますこのキーノートの中でですねキーノートの中で ウォルト・ディズニーのエグゼクティブプロデューサーの方がです、ねえー、講演してくれたんですけども、えー、と今フロリダのディズニーの方にはです、ねえー、スター・ウォーズのギャラクシー・エッジっていう、えー、原寸大のプレミ,アム、えー、ミレニアム・ファルコン号とかです、ね、スター・ウォーズの世界を体験できる、えー、アトラクションが今できてますがでここにですね名前は出てこなかったんですけど実はデビットで。 ミレニアムファルコンの、えー、モデルができてますしさらにはこういったデータ全部統合したモデルはですねナビスワークスで実は作られてます、えー、ちょっとすぐに出てこないですけどこれそうですねこれあ <laughs>、えー、今一瞬この背景に出てますけど、えー、これはナビスワークスの画面です ナビスワークスで、えー、そういったアトラクションがです、ね、実は、まあ、使われているという形で,です、ね、紹介されていました。これはあの YouTube に動画が上がっているので興味ある方はぜひ、ねえー、見ていただければと思います。はい、といったところで、えー、すみません、ちょっと数分時間オーバーしてしまったんですけれども、えー、私のほうのです、ねえー、ナビスワークスの活用のヒントということで、えー、紹介させていただきましたどううもありがとうございました。